はじめまして。きついの来た。きついの来た。ちょっと待って。きついわ。ちょっと待ってください。今、そうだった。きついと言いましたか。さすがに初対面の人にそれはひどいのではないでしょうか。さすがに。何これ。あ、自己紹介が遅れました。せっせや、はじめまして。愛の領域展開、ラブストレートオリバーと申す。以後、お見せておきを。失礼。なんかもう、そちら、お名前は。いや、もう、ってもう、なんか、もう、なんか、名乗るほどもんではございません。自分から聞いておいて。それ、さすがにおかしいのでは。チョコレートメアリーです。どうも、こんにちは。メアリーさん。はじめまして。お隣の方は、あ、カムカマダって言います。カムカマダさん、カムシよろしく。お二人は一体何をされていたんですか。お友達ちょっと待ってて。待っててなるほど、こいつは失礼いたしました。いや、なんかでも僕似たような、あのバーガー屋さんで働いてた友達に似たような空気の人がいるから、全然なんといるの。おたやまくんっていうお友達がいてね。ほう、なるへそ。あつもりくんっていう。ちなみにお聞きしてもよろしいですか。カムシは一体どこのバーガー屋で働いていらっしゃるんですよか。僕アイアンバーガーってところで今ちょっと幽霊職員になってますが。おっと、こいつは運命ですに。何を隠そう、せっせや我が輩オリバーも。そちらへ。風速が決まりまして。え、そうなの。おめでとうございます。おめでとう。さすがにこの会話テンションがエベレスト高すぎ。高すぎ笑った。え、メアリーもやっぱ、メアリーちゃんも同じなんだよ。それはほんまですか。全然嬉しない。ちょっと怖い。僕の時喜んでくれたけど、私の時はテンション低いけど、なんこれ。勘弁してくださいよ。今の前置きです。これからテンションがぶち上がっているところ、そうステージはもうボルテージマックスというところで、そんな止められてしまっては下がっていく一方ですよ。ご勘弁願いたい。ということで、せっさんも忙しい身でありますので、そろそろおいともいたします。ありがとうございました。え、それでは失礼いたしまする。どうも、すみません。すみません。あれすみません。先ほどの方は、あれ、何してはりますの。あのすいません、ここでジョブをいただいたんですけども、働き方がわからず、はい、働き方がわからず、あれご存知ですか、働き方は。わかるよ、働き方。そうか、先ほどカムシアイアンバーガーと言っておりましたね。そうこっちに行って、あっぷね、ぐちゃぐちゃになるとこだった。ここのドア開けよう、じゃあ。ありがとうございます。うん、いいの筋肉で開けるでしょ。はい、入ります。これとかどうする。これ登っていくんですよね。うん、一旦これ移しとく。移したか。じゃあやっとこうか。先ほど お連れの方はいらっしゃいましたよね。大丈夫でしたか。なんかどっか行ったな。帰ったんちゃう。ぜひお呼びください。どうせならお連れの様の電話できる。電話する。しゃあ、これじゃない。来た。小池くん、今戻ってる間にさ、ちょっと例のバーガー屋さん。いたいたいたってど
どうも、この前ぶり、この前ぶりですね。あ、こんにちは、どうも。どうもこんにちは。海輝先輩と呼ばせていただいてもよろしいでしょうか。まあまあいいですよ。菅さんの極み乙女。どうされました、カムスイ。あ、いやいやいや、あ、どうします、今から働きます。あ、ぜひに。どうしよう、じゃあチョコさん、そしたら教えてあげれる。今ね、ミュージック設定してる。あ、知ってる。ミュージック。ミュージックとは、MUSIC のことでしょうか。ちょっと黙っててもらえますかね。大変申し訳ございません。食べるのが好きなものでして。食べるの好きだからここ応募したんだ。あ、いえ、喋るのがです。あ、喋るのか。英語で言うところのトーク。スピークイングリッシュ。言うてジャパニーズしか喋れないんですけど。かけたかけた。じゃあ、カムカムさん先輩、ちょっと教えてあげてくれませんか。序列があるんですか。え、ちょっと待って。いやいやいや、私下っ端なんで。いやいや、ちょっとメアリーさんの方が先輩だから。いやいやいや、きつい、きつい、きつい。俺ちょっと人が教えてるとこ見て学びたい。どういうこと。あれ、再履修したいタイプだ。なんでみんな押し付け合うん。いやいや、違う、押し付けてない。そんなにオリバーは働けなさそうでしょうか。いやいや、働けそう。すごいね、働けそう。でもそんなことないよ、働けるよ。ね、ビッグティーバイ、うん、まずさ、じゃあさ、はい、行こう。じゃあメアリーちゃん行こう、うん、じゃあとりあえず、開けるには、T スラッシュ T スラッシュショップショップ SHOP でよろしいか。よろしいよ、うん、エンターの筋肉。そう、そしたらほら、あのバーガーショップがもう開いてるよっていう状態になるよね。助かす、助かす。うんうん。で、あのでツイートをするんだけど。ツイート？どなたがお亡くなりになられたんでしょうか。お前不謹慎やろ、ほんま。ちょっとせっかくだから。申し訳ございません。うん、じゃあ、あ、待って、俺服装着替えたい。ツイートですね。アイアンバーガー仕様に着替えて。あ、私もアイアンバーガー仕様に。アイアンバーガー仕様。あ、じゃあ僕もそうしよう。オリバーはこの服でも大丈夫ですか。大丈夫だよ。ご用意が。もしあれだったらさ、一緒に今度作りに行こうよ。ぜひに。いやいやいや、でもみんなバレてないぜ。平等に頑張ろうや。え、なすりつき合ってる。ちょっと夏だからこっちにするか。僕のなすりつき。非常にアメリカン。非常にアメリカンではないですか。じゃあね、じゃあ俺最初だけ教えるわ、うん、最初だけ。ラブストレートさん、こっち来て。かしこまりました。アイアンバーガーで風習であるんだけど。風習、まあ、ここでね、まあ、最初にやらないといけないのが、ここで油で手を洗わないといけないんだよね。油で手を洗う。間違えた、違ったわ。油で手を洗う。そうなった、正気か。そうそう、ここでね、ちょっと出れなくなったわ。油で手を洗うことによって我々のハンドが一体どうなるか。あ、オンブしようか。あ、出た出た出た。みんな僕の後ろに並んで。あ、ツイートしよう、まず。あ、ツイートぜひ。いいよいいよいいよ。はい、チーズマカロニ。うるさいね、元気だね。ええ、元気が取り柄のものですね。元気ね、大事だから。オッケーオッケー。漏れました。大事なんだ、そこ。森とか気にするんや。さすがにね。どうせ SNS にアップするんですよ。そういうの気にしてるんだね、ちゃんと。まあさすがにツイックスに、その開けましたよっていうの、うん、そうそう。じゃあちょっと内容考えてみようよ、オリバー君。でもこれ僕がツイートしちゃったら、そう、僕がツイートしちゃったらあれか、これ送るからさ、オリバー君がさ、まずこれつぶやいたら。あーね、確かにツイートしてもらおうか。うん、これあの大変言いにくいんですけれども、実はオリバー、あの携帯の使い方、そうだ、持ってないんだった。そうだ、持ってないんだった。ちょっと、ー聞いて聞いて聞お聞
携帯をですね間違えて来たばかりの時に捨ててしまいまして、そこからいろいろ聞いてみたんですけど、SIM カードを購入し、携帯で新しくその連絡先を追加するなど、警察の方々にも聞いたんですが、なかなか正しい情報を得られず、何かご存知ですか、 SIM カードの使い方等を。わかんないな。警察わからんかったらわからんよね、多分。そうですか。だけどね、それはわかんないけど、社会人として携帯持ってないとダメだよ。ダブソレとか。持ってないとダメだよ。社会人マナーとして良くないよ。オリバーも持ってこようとはしたんですよ。持ってこようとしたんですけど。次の出勤までに携帯用意しといて。それがノルモというわけか。じゃないとクビになっちゃうから。なるほど。連絡大事だから。ついに来た、オリバーの人生の大きな試練。じゃあ倍オリバーにしとくから、あ、ぜひ、なんか考えてみよう。そうですね、オープンの、あ、でもオープンの文言ということですよ。体験のオリバーが来たみたいな感じのニュアンスのことを書くのはいるんじゃない。そうですね、あとの文面はちょっとオリバー君が考えてもらって。かしこまり。そうですね、ここの店の歌い文句といいますか、売りは一体何になりますか。まあ、自由だね。自由、自由、割と何しても許されるから。なるほど。英語で言うところのフリーダムというわけか。まあ、これは実に興味深い。元気だな。本日もフリーダムに営業っていうアイアンバーガーなどはいかがでしょうか。本日もフリーダムに栄養中、アイアンバーガー。あ、手洗う妹なんだっけ。ウォッシュ、ウォッシュかな。ですが、カイキ先輩、こちらに手を洗うところございますが。いやね、そこじゃないんだよ。アイアンバーガーはね、油で手を洗うんだよ、風習として。あれ、なるへそ、すぐ来たよ、すぐ来たよ、お客さん来た、お客さん来た、まあ、早い早い早い、お客さん来た、お客さん来たよ、お客さん来た、はいはいはい、ネタとかもらえば、早く走って、早くしろよ、おい。大変申し訳ございません、お客様、お待たせしております。すごい、アイアンバーガーへいらっしゃいませ。何この場合、ここ大丈夫なお店ですかね。わかんないですね、帰った方がいいかもしれない。すいません、本日初日のラブストレート、オリバーと申します、どうぞよろしくお願いいたします。いや、俺も初めて見た。お願いします、ラブストレートさん。愛の領域展開、ラブストレートオリバー、以後お見せ料金を。2日目にしては刺激が強すぎます。そうですね、体験だから。ここ長いこと体験だからね、体験中でございます。いい感じに接客してあげて、接客っていうか、お客さんになってあげて、こっちが、お客さんになってあげて、こっちが合わせる側。まさかこれはオリバーがお金を払うシステムですよか。違う違う違う、めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。プロさん、こういう感じでメニュー表が出てて、ふむ、なるほど、選べるんですよ。なるほど、そういうシステムか。ちょっと静かにしてください。あのオタクちょっとうるさいな、あいつ。あのオタクちょっと角でうるさいな、あいつ。ウィスパーにしておきますよ。はい、何がいいやろ。甘いもん好きですか。甘いもん好きなんですけど、アゴバナナスムージーってあんまりよろしくない名前なんですけど、大丈夫ですかね。アゴバナナスムージー、アゴですりつぶすスムージーですね。食べたくない。店長がアゴなんですよね。店長がアゴ。そう、店長がアゴなんで。今でも店長、降格してしまって店長ではなくなってしまったんですけども。そうなんですよ、哲夫さんはね、アルバイトだから。アルバイトなんですよ。店長アルバイトになる。店長アルバイトなことあんねや。怖い。このメニューはだいたいその顎何々みたいなのついてるんですけど、はい、元店長の顔がいつもかたどってるメニューが豊富なんですよね。あ、確かにいかつい男性の写真がいっぱいあるの。そういうことなんですね。これ店長、元店長、今バイト。これ元店長、今バイト。メニューにもなってる店長が今バイトっていう。そうなの、昔はね、店長だったんだけど。絶対なんか社員に手出したとかしかないですよね。嫌だな。じゃないんだけどね。どこに手出すんですか、これ、グローさん、これ。いや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 、メアリーちゃんいるやん。女の子いるよ、ちゃんと。メアリーちゃんという女の子がいるよ。さすがに。トナカイさんはメアリーさんなんですね。あ、こんにちは、イタリア生まれ、大阪育ち、22歳、チョコレートメアリーです。接客参ります。よろしくお願いします。こんに
みんな。接客。掴めなかった方がいらっしゃる。いらっしゃいませお客様。今あの接客を対応中ですので少々お待ちいただけますか。了解です。何て呼ぶんですか。はい。ラブストレートさんの下の名前は。どうもはじめまして。私愛の領域展開ラブストレートオリバーと申します。オリバーさん。以後以後お見せ料金を。では少々お待ちくださいね。スムージー配布をやらないとね。で席俺で。オリバーさん僕に請求してください。え先輩これはどのように請求すればよろしいのか。F7 の筋肉をしてF7 の筋肉請求書の作成で個人個人でアイテムのとこに、まあ、飲食代とかなんか適当に入れて。かしこまります。かしこまりです。で、今回のものが1万円のものが10個と10万円のものが10個なので、いくらですか。110万。そうですね、110万円だと思います。じゃあ110万円をアモンヌントのとこに110万入れて、イティ、リュウ、100千万、デュマ、100万。これでよろしいか。オッケー。で、それは分かんないけど、作成をして、グローさんじゃない人に送る。お客様お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。あ、ヘルアンです。お願いします。ヘルアン様、今送らせていただきました。はい、ありがとうございます。じゃあ俺、本じゃグローさんに本じゃ俺物を渡すね。またご協力いただき、まあ、ここにビッグ TY でございます。アゴバナナスムージーの時だけね、ちょっとやらなきゃいけないことあるからちょっと見といて。そうね、ちょっと修行いるからこれに関しては。修行、うん、ちょっとね、ああそう、ありがとうございます。まずフィッシュ&チップスで。オリバー君もちょっと見て、見といて。かしこまりました。やらなきゃいけないからね。ちょっとこっち来てもらえる。フィッシュ&チップスさん、これちょっとあのアゴバナナスムージーに関しては、何するの。アゴであのバナナをスムージーすることによって気づきながら作るメニューだから。ちょっとね、本当にやるんかね、僕。修行がいるメニューではある。うわ、しょっぱなの案内と間違えた。ちょっと待ってね、一瞬ちょっと調節してくるわ。お手洗いに行って調節するんですか。間違えたな。3組分のお客様も来てますので対応してきます。いらっしゃいませ。できるじゃん。いらっしゃいませ。お客様、今二組お待ちしておりますので、もう少しお待ちいただけますか。わかりました。はい。お忙しいところありがとうございます。おっと、そなたもこちら側の人間か。あ、バレちゃった。間違えたかもな、初心者に案内する店最初。おー。私このお店のバイトもちょっと考えてたんですけど、やめときます。いや、バナナすりおろしました。え、でも、カイキ君成長したじゃん。床じゃなくて、うん、私も床だったのに。そう、床じゃなくてね。先生、俺ぐらいになるともう、ここでできるから。壁でやるから。こんな感じに何をやっても店員が褒めてくれます。職場の雰囲気は絶対あったかいと思う、ここ。うわー、見た目すごいスムージー。アゴバナナスムージーです。ありがとうございます。僕の寿命を削った。カム先輩、僕今日初日なんですけど、やっぱりやめてもいいですか。やめないで、ダメだよ。が引いてる。これはね、本当に修行のいるメニューだから。これ飲むんか。でもいただいたので飲みます。僕の血と汗が混じったドリンク。オリバー君、なんかちょっとしょっぱい。やだな。オリバーです。やだな、マジで。注文聞いて。汗だけ。注文。すいません、カム先輩、あの僕メニューも金額も何一つわからないんですが。いた。お客様すみません、本日初日なものでして、今体験中なんですよ。はい。では、はい。で、では、お客様ご注文の方はいかが追い出していますよ。今アルバイト探していて。あ、空いてる。ご自由にどうぞ。あ、ご自由。はい、あとヘルアさんにちょっと初心者なのでいろいろお店さんを巡ってもらってます。何しよっかな。これドロドロチーズバーガーとドロ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 のチーズバーガーがあるんですね。そうそう、あの左下のさ、ドロドロしたチーズのやつ、ね、なるほど。こいつはバニラシェイク20個ずつかな。20個ずつね。ということは合計20万円になりますかね。20万。20個ずつだから40万円ちゃう。こいつは失礼、計算ミスである。なんでこの瞳を。
いや、先に請求しちゃってもいいよ。私の心は折れないよ。お客さん、どちらのお客様へ請求したらよろしいか。豆屋です。豆屋様ですね。はい。はい、どうした？では、今お作りいたします。人気特大。袋の、なんかね、合計40万円100,000万10万、間違えた、100万円ところでした、危ない。インスタント麺みたいな。それでは送らせていただきますね。マミヤン様、13番でお間違いないでしょうか。はい、お間違いないです。送らせていただきました。はい、敬具。はい、敬具。コブ先輩、あの商品の方をやはりお客様にお届けせなければ。オッケーオッケー、じゃあこっち来て。かしこまり、アウチ。あ、でこれさ、もうさ、これ出勤してる？出勤してませんでした。これただ働き。まず、あ、出勤してますね。あ、出勤してる？おそらくメイビー。おそらくメイビー出勤してる。オッケー。じゃあ、はい。ここの。あの包丁のところを包丁心の目で見て、ドリンクス、ドリンクス、そこにバニラシェイクを20なので、下から3番目のバニラシェイクを20ですね。20、これ20回やるんですか。1回1個で10回。なんと入ってくな。逆逆だ。1回で10個作れるんで。そこだ、2回やればよろしいんですね。そうですね、素晴らしい。時短だ、時短。そしてこちら、こちら、こちらのもう包丁の方に、お包丁ですね。お包丁に、そしてドロドロのチーズバーガーですよか。はい、ドロドロのチーズバーガーです。ドロドロ。歯がかけるさん、俺から対応してるわ。オッケー、うん、大変。すいません、かき先輩。あ、ドロドロチーズバーガーございました。こちらですね。ありましたか。早くやりたまえ、君、お客さんがたくさん待ってるぞ。あ、すいません、今作ってるので。動かせ。すいません、今やりなさい。クビにするぞ、早く動かないと。ちょっとなかなかこういった仕事をしてこなかったものでして。そんな甘いは聞いてない、言い訳するな。すいません、厳しいぞ、うちの店は。と入るんじゃない。やっぱり今日でやめようかな。やめるな、その指定出るぞ、早く動かさないと。すいません、この店はそういう店だからな。帰来てね、外出たらおめえ終わりだからね。はい、作りました、20個ずつ。オッケーオッケー、じゃあ、マメヤンにセクシーセット20、カム、セクシーセットを用意できる。大変お待たせしております。はい、では、こちら20個ドロドロチーズバーガーをお渡しいたしますね。はい、こちらとバニラシェイクを20個、こちらで。はい、ありがとう。お間違いないでしょうか。ありがとうございます。感謝の極み乙女。ありがとうございます。またぜひお越しください。はい、プリマさん、ありがとうね。こちらこそ。あの袋麺みたいな。次のお客様は、ちょっと待って、でもこんな人来ると思わなかったから、ちょっと待って、わたわたしてる。大盛況でございますね。リャンメンないよ、どこにあんの？リャンメン。ない？リャンメンのある？おお、六。今暴行する音が聞こえました。店内で暴行が行われておる。なんてことだ。ない。もしかしてない？お客様、ご注文はお済みですか？お店の方だった。どうも、本日初日のラブストレートオリバーと申します。以後お店料金を体験中です。 100% のお客様かと思いました。はい、ありがとうございます。まあ体験中なので制服もないんですよ。なるほどですわ。じゃあどうしようかな。あ、なんかメニュー変わりましたね。あ、なんか今裏で今お料理をしておりましたが、ちょっと確認してまいりますね。どうぞお待ちください。はい、行ってらっしゃい。ちょっとさ、10から、あ、1から11の中で好きな番号聞いてきてもらってもいい？オッケー、オリバー君。物忘れレイナ様ですよか。
あ、ちょっと違う。そうですか。な、1から10円な。ズーさん、おーい、あのね、セクシーセットで1から10まで好きな数字選んでもらっていい？あ、すいません、海輝先輩、今お客様がお待ちなんですけど。はい、早く動く。何やってんの？すいません、まちゃんとメニューとあの金額を一つずつちゃんと把握しておりませんでして。頑張れ、1個1万円や。1個1万円。あ、お客様お待たせしてお、おりますね、すいません。こちらの方からあのお好きなメニューを。あ、わかりました。じゃあ今から注文言いますね。あ、すいません、うちの従業員がちょっと手が遅くて本当に。いえいえ、初日でございますから全然大丈夫ですよ。早くしろよお前、早くしろよ、殴るぞお前。先輩勘弁していただけますか。いい加減しろよ。ではお客様お伺いいたします。ご注文の方は。はい、クソデカバーガー10と、クソデカ、クソデカ、はい、クソデカバーガー10と、角切りバーガーが10と、角切りバーガー10、はい、はい、と、あとはピカピカソーダ10お願いしますわ。ピカピカソーダを10、はい、それではご注文の方確認させていただき、はい、いただけますか、はい、クソデカバーガーが10個、角切りバーガーが10個、ピカピカソーダが10個でお間違いないですよか。はい、大丈夫です、滑舌以外は。あ、そうです、お待ちください。はい、行ってらっしゃいです。待って、ラブソデ君、待って、ウェイト、はい、ウェイト。ちょっとクソデカバーガーちょっと作るのだいぶ時間かかっちゃって、ちょっと1時間ぐらいかかっちゃうんで。1時間めちゃくちゃかかりますね。めちゃくちゃかかっちゃうんで、ちょっと他のメニューにした方がいいかもしれないです。あ、なるほど。お客様大変申し訳ございません、うちの先輩が把握しておらず。大丈夫です。多分作るの大きいんですよね。さぞね、クソデカですから。クソデカバーガーの代わりに。何ですか？サムライマック。はい、サムライマック、ワクワクワク。あ、サムライマック。サムライワックを10個。かしこまりました。はい、お願いします。では、少々お待ちください。はい、行ってらっしゃいまし。プリーズウェイト。あのね、クソデカバーガーはね、作るのがマジでめんどくさいから。そうですか。基本的に頼まれたら 3時間かかるとか言って絶対断って。あ、なるほど。ではそれはメニューから消せばよろしいのでは。そう思うんだけどね、絶対時間かかるから。かしこまりました。断って。では早速、お客さんが何を言ってきても絶対断るよね、ソデカバーガーは。かしこまり。これ大事だから。では作らせていただ いただきます。サムライワック。サムライだまえ。サムライ、サムライ、サムライワックなんだ。サムライワックございました。10個すべて1万円ですよね、会費先輩。全部1万円。かしこまりました。ということは30万ですね。そうそうそう、アゴバナナスムージー以外は、ね、全部、うん、かしこまりです。あとはそう、あの結構長く早く探したまえ。あ、ございません。角切りバーガー。なかなか開くことがないっていう。3秒以内に探さないと殴るぞ。すいません、勘弁してください。暴力だけは。そういう店だぞ。そう、聞いた話とちょっと違う。そんな、うちはアットホームな会社だからね。それはアットホームと呼ぶのか。これアットホームだ。これが愛だ。世の中学んでけ。後ほど警察の方に確認いたします。なかなか、まあ、良かったかもしれない。お客様大変お待たせしております。はい、では先にお品物の方を、まず、はい、サムライワックを10個、はい、10個、はい、角切りバーガーを10個、はい、そしてピカピカソーダを10個でお間違いないでしょうか。はい、大丈夫です。終わりました。では今請求書の方、角切りソーダ。会話先生は角切りソーダと言いましたか。おい、何やってんだお前、メニュー間違えるな、ラブストレート。メニュー間違えるぞ、本当に大変申し訳ございません、お客様。イティドゥ、あ、間違えました。イティドゥ、100、1000万、10万では30万円のお請求となります。はい、はい、大丈夫でした。めちゃくちゃ安いですわね、ここね。ここ安いの。いや、ここ安いよね。で、うん、安い、全然安いですわ。母さんの極み乙女。またぜひお越しくださいお客様。このお嬉しみ、マリアナ海溝並みに深い、深すぎる。なんか最近オタクの方結構街入ってますね。なんかそうですか。ぜひお近づきになりたいところではある。すごい、あ、そう、すっごい似たような方を私知ってるかもしれない。なんていう人？今度ご紹介いただけますか。我がどうしよう。名前なんだったか、なんかすごいお顔がなんか豚さんみたいな感じのお顔をしてらっしゃった。豚さんのようなお顔。そう、マスクなのか、ちょっと自前なのかちょっとわかりませんけど。非常に個性的ではないか。とっても良きに計らえ。とってもいいお友達になれる気が。それは早くお近づきになりたいところである。
見かけたらじゃあ、あの言っときますね。ちょっと ラブストレートをオリバーです。自己紹介が遅れてしまいましたね。それでは恐縮ながら、あ、失礼しました、僭越ながら、愛の領域展開ラブストレートオリバーです。以後お見せりおきを。君うるさいな。自己紹介うるさいな君。そうですか。やはり自己紹介うるさい。まあ覚えて いただかないと。違いますね。大事じゃん。でも覚えやすいよ、愛の領域展開ラブストレートオリバー。覚えやすいね。DY。 大型新人が入ってきましたね。うなすぎ。ちょっと電話かかってん、電話出ます。いいですね。とりあえず、あとあれですね、制服があれですね、やっぱ雰囲気が。あー、まずいね。じゃあ一旦ね、制服ちょっとないけど、来たらちょっと様になるかもしれないね。確かに、もう角刈りにしてね。大変申し訳ない、言いにくいんですけれども、オリバーは形にはとらわれぬ男よ。これがね、なんならユニフォームぐらいな。まあまあまあ、まあ、まずいのでしょうか、先輩方。だからね、やはりそうですよね。アメリカンな要素を一つ加えればよろしいか。でもいいんじゃない。僕もだってたまたまバーガーの服着てたけど、そんな全然、まあ、基本的にまあ別にあるわけじゃないからね、制服。ないよ。そうなんだ。うん。そうだったんですね。そうそう。それでいいよ、じゃあ。そうそう、それこそ僕と海木くんとあのメアリーちゃんでなんかちょっとアメリカンな制服ないかなみたいな。うん。服装ないかなって言ってなんかちょっと制服って言ってるだけだから。なるほど。ただの先輩方のタームレでしたか。うん。ユニフォームをたわむれというですね。こいつはしっけ。僕だったらね、小雪様とおそろっちでもいいじゃないですか。それはご勘弁。先輩にご勘弁とか言うんじゃない。しっかり丁寧語にしたんですがね。許せんな。キャラ濃ゆいな。母さんの極め乙女。たくさんお客さん来たね、ほんと。来たね。そうですね、てんやわんやでございましたよ。だからみんなさ、やっぱりあのブランド力を売っていくっていうあのスタイルいいらしいよ。いいでしょ、うん、なるほど。珍しく空いてますみたいなのが、お客様来てますよ。ほら、お客様が。では対応させていただきますよ。あ、空いてないらしいです。空いてない、空いてない。そっちは開けてないんだよ、基本。いや、俺が多分さっき電話かけた相手。おきげんよう。お客様ありがとうございました。それではまた会う日まで。リメンバー再開。はい、頑張ってね。お気をつけて。いや、すいません、お客様。ちょっと間違えちゃった。あ、かも、コモダ様、こんにちはですわ。いや、すいません、お客様。あれ本日、オリバーだ。ええ、お久しぶり、お久しぶりですね、ピッコシ。オリバー、オリバーだ。オリバーここで働いてるんですもん。本日初日体験中でございます。体験中さすがにね。オリバー、あ、急に働、大丈夫、こんな結構なんか格好陽キャっぽいというかだいぶテンション感違いそうな、ええ、お店だけど大丈夫かしら。すごいアメリカンな感じだけど、他の方々僕らよりキャラ濃いよ、言うて、なんとか馴染んでる今。ご勘弁ください。オリバーのテンションはマリアナ海溝なのですが、先輩方のテンションがエベレスト山脈なんですよ。高すぎてついていけぬ。すごいな、やっぱオリバー。今のオリバー君が接客してくれるから。それでは、僭越ながら。僭越ながら。アウティ。オリバー君大丈夫。アウティじゃない、アウティじゃないの。大丈夫ですの、大丈夫ですの。背中の傷はケイスのはずでと。それではお客様。守ったんだ今ね。背中は、ね、やめたんだ。あシャラップ。こちらお客様。申し訳ございません。シャラップ。申し訳ございません。ちょっとお口がバッドボーイでした。それではお客様。こちら、こちらモニターの方にメニューがございます。こちらから お好きなものをお選びくださいませ。あー、そうですわね。どうしましょう。おすすめあります？初日の我が輩に聞くか。まあそりゃそうだな。これは確かにその通りですわ。確かに。え、じゃあ海木さんもおすすめ教えてくださいますよ。おすすめだけど、まあよく頼まれるのはピカピカとドロドロのコンビ、ドロドロチーズバーガーとピカピカソーダ。ドロピカコンビということか。じゃあドロピカコンビ10個ずつお願いしますわ。かしこまりました。では少々お待ちください。ウェイト。
おーすごいの破壊力がやっぱありますわね、あの方はね。だって私なんかそんな働いてないのにしんどいもん今日。しんどいお客さん結構来てるからね。すいません、いやなんかお客さん相手にしたよ。カム先輩、バーガー何でしたっけ。相手にした時間の方が長かったから。ドロドロチーズバーガーとドロドロソーダ。カンさんの極みまとめ。このお店の方なんですよね。ドロドロ。そうなの。ドロドロとはまたこれは。おっと失礼、これ以上先には踏み込めんな。ちょっといいバイブ。あ、そう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 、ね、分かりづらいです。ドロドロチーズバーガー10個。分かりづらくない。そうですね、神谷様はここつこつです。そしてピカピカ。ライバル店なんだ。ピカピカしとるの。あんまり開いてるイメージないっていうか。あんまり開けてない。そっか、あ、開けてない。レアだから。できました。はい、開け。あー、なるほどね。確かに。リメンバー再開、お待たせしました。リメンバー再開じゃない、そリメンバーって言うほどのあれじゃないんですの。あんまり時間かかってないですけどね。まあまあ、落ち着いてください、お客様。そんな焦らず。ではこちらまず、ドロドロチーズバーガーを10個。あー、ありがとうございます。あ、美味しそう。でも、すごい美味しそうじゃないですか。美味しそうなの。関さんの極みを止め。ピカピカソーダを10個。あ、なんかいない。なんか私知ってるよ、この人。え、ちょっとすみません、オリバーは存じ上げぬ。あ、知らない。鉄夫さんがね。鉄夫さんやっぱ、あ、そうですよね。やっぱ鉄夫さんもですよね。この、うん、この顎はやはり鉄夫さんは店長やったからね。あ、そう、元店長だから。店長、あ、辞めたの。辞めてない、バイトに来た。バイトに降格した。あれ、じゃあ、誰に乗ったんです。プラちゃんが今店長。プラちゃん。プラちゃんがね、あの、プラちゃん。あ、プラちゃん。アマのプラコちゃん。あー。いう人がいる。うん。あ、会ったことあるかも。ではお客様、今請求書の方を送らせていただきますね。合計20万円になります。ありがとうございます。わ、はい、送らせていただきました。送信。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまたぜひお越しください、警具。警具。しっかりしてるな、すごい。しっかり義務教育を受けてきましたからね。あー、そうなんですよね。一生丁寧か。あまりバカにしないでください、カキ先輩。まあ一応丁寧だけどね。そろそろオリバー男の部分出てしまいますよ。オリバーの男の部分ちょっと見てみたい気もしますけどね。ちょっとね、さすがに、さすがにそれはマティが耐えられないかもしれない。おっと、これは言い過ぎた。ビッグマウス失礼。ありがとうございました。カイキソンちゃん頑張ってくださいまし。はい、お願いします。タバコ焼きでね。また来てくださいね。タバコ屋また後で行きます。うん、ぜひ遊びに行かせていただきます。ではまた。手すりまくび。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。俺も疲れてきた。